はい、こんにちは。今日はウクライナ情勢についてお伝えしてまいります。ウクライナ南部情勢について ISW は次のように報告しております。原文が英語でありましたので、僕の方で和訳要約させていただきました。ご了承ください。 ISW は現在ウクライナ軍がザポリージャ州西部ベルボベニ市のロシア軍野戦要塞を突破したと評価する準備を整えている。これらの要塞はザポリージャ州西部におけるロシア軍の真相防衛戦における最後の防衛戦ではないが、むしろ対戦車壕、竜の歯などほぼ連続した防御層の一部として配置された最もよく準備された一連の野戦要塞である。ベルボベの西約 1.7km から約 3.5km に戦闘陣地がある。ウクライナ軍のタブリスク軍グループの司令官オレクサンドル・タルナフスキー准将は9月23日の CNN のインタビューで、ウクライナ軍がベルボベ近郊の左側面で突破口を開き、ウクライナ軍が前進を続けていると発表した。9月22日に投稿された戦闘映像には、ウクライナ軍がベルボベ近くのロシア軍戦闘陣地の塹壕線をわずかに越えて活動している様子が映っており、ロシア軍の対戦車壕、竜の歯、戦闘陣地の3層地帯を越えてウクライナ軍の重装備を配備するという継続的な進展を示している。衛星画像はウクライナ軍が過去96時間にわたって重機をベルボベに近づけてきたことを示しており、タルナフスキー准将の声明と一致する。ウクライナ軍はザポリージャ州への進軍を深めており、ロボチネのすぐ南 1.5km にある最前線の村ノボプロコピフカを攻撃している。複数のロシア情報筋は9月22日にロシア軍がノボプロコピフカ北部に対するウクライナ軍の攻撃を撃退したと報告した。これはノボプロコピフカのすぐ近くで確認された初めてのウクライナ軍の地上攻撃である。ザポリージャ州西部でのウクライナ軍の反撃により、ロシア第810海軍歩兵旅団黒海艦隊が壊滅した可能性が高い。ウクライナ国防省情報総局のキリロブダノフ局長はザ・ウォーゾーンとのインタビューで、9月22日第810旅団がウクライナ南部で完全敗北したと発表した。ウクライナ軍当局者はウクライナ軍の反撃は冬も続くだろうと述べた。タルナフスキー准将は CNN に対し、ウクライナ軍が特幕ザポリージャ西部のロシアの主要拠点に到達した後、ウクライナ軍が大規模な突破口を開くと予想しており、ウクライナ軍が現在保持している主導権を失わないことが重要であると語った。タルナフスキー司令官はまた、ウクライナ軍は主に車両を使わずに歩兵で進軍しているため、ウクライナ軍の作戦は冬の間も継続され、したがって悪天候はウクライナ軍の反撃に大きな悪影響を及ぼさないだろうと述べた。このように報告されております。ウクライナ軍がロボチネから東に約 12km、 オリヒウの南東約 18km に位置するベルボベのロシア軍要塞を突破したのだとしますと、ウクライナ軍はいよいよロシア軍の第2防衛線から第3防衛線へと向かう可能性がありまして、さらにトクマクまでつながる幹線道路 T0401 道路を抑えることも現実味を増してきた可能性が考えられます。またザポリージャ州西部でのウクライナ軍の反撃により、ロシア第810海軍歩兵旅団が壊滅した可能性が高いと ISW が報告していることから、ロボチネ・ベルボベ方面のウクライナ軍の進軍速度が今後加速する可能性も考えられます。さらにウクライナ軍はロボチネのすぐ南 1.5km にある最前線の村ノーブロコピフカにも迫っており、ウクライナ軍が突破したロシア軍防衛線の突破口は大きく広がり始めています。このことはウクライナ軍が確実にウクライナ南部方面で領土を奪還し、そしてトクマクに向けて前進していることを示唆しています。こうした中、次のような報道がされております。ロシア黒海艦隊司令部にウクライナが攻撃、ロマンチュク大将ら複数の将官が重傷。ウクライナ国防省情報総局のキリロブダノフ局長は23日、クリミア半島南西部セバストポリのロシア軍黒海艦隊司令部を標的にした22日の攻撃で少なくとも9人が死亡し16人が負傷したと明らかにした。重傷者にはアレクサンドル・ロマンチュク大将など複数のロシア軍将官も含まれているという。ロシアによるウクライナ侵略は24日で1年7ヶ月を迎え、ウクライナ軍は領土奪還に向けた反転攻勢を強めている。アメリカ政府の海外向け放送ボイスオブアメリカのウクライナ語版で明らかにした。ウクライナ特殊作戦軍は23日、攻撃はロシア軍艦隊司令部の幹部会議中に行われたと SNS で明かした。特殊作戦軍の情報をもとに空軍が攻撃したという。死傷者は艦隊幹部を含め数十人に及ぶとも指摘している。イギリススカイニュースは、ウクライナ空軍の話として、
攻撃にはイギリス、フランス共同開発の長距離巡航ミサイルストームシャドウが使われたと報じた。ロシアが一方的に併合したクリミア半島のセバストポリにある黒海艦隊司令部はロシア軍のウクライナ攻撃の拠点。ウクライナ軍は13日の攻撃でロシア大型揚陸艦や潜水艦に損傷を与え、14日にはロシアがクリミア半島防衛のために設置した防空システムを破壊したとしている。ロシアの防衛力が低下している可能性がある。このように報道されております。ロシア国営タス通信はロシア黒海艦隊司令部、これは本部ですね、へのミサイル攻撃の後、残骸が数百メートルの範囲に散乱したと報道しました。こうしたところからも今回のウクライナ軍によるミサイル攻撃の威力というものが見えてくると思います。またロシア国営タス通信は多数の救急車が現場に向かっているとも伝えました。確認されている衛星写真からはロシア黒海艦隊司令部本部の建物から黒煙が上がり、破壊された様子を確認することができます。ウクライナ国防省情報総局長のブダノフ氏はロシア黒海艦隊司令部に対するウクライナ軍の今回の攻撃でロシア軍司令官アレクサンドル・ロマンチュク大将と第200独立親衛自動車化狙撃旅団、ソ連軍の第131自動車化狙撃師団を前身とし、同師団の名誉称号ペチェンガ・クトゥーゾフ勲章を継承するの司令官オレグ・チェコフ中将が重傷を負ったと述べております。さらにロシア当局からの正式な確認はありませんが、ロシア黒海艦隊司令官ビクトル・ニコライビチ・ソロコフ提督がセバストポリ、ロシア黒海艦隊司令部本部ですね、へのミサイル攻撃で死亡したと一部報道されております。ウクライナ特殊作戦軍は23日、ロシアが一方的に併合したクリミア半島のセバストポリにあるロシア軍黒海艦隊司令部への前日のミサイル攻撃で上層部を含む数十人の死傷者が出たと発表しました。特殊作戦軍はSNS テレグラムへの投稿でクラブトラップと名付けられた特別作戦がロシア海軍上層部の会合に合わせて行われたと説明、同軍の大胆で念入りな仕事により時間を合わせた精密な攻撃が可能になったと述べました。さらにウクライナ軍は20日ロシアに占領されているウクライナ南部クリミア半島にあるロシア黒海艦隊の別の司令部ですねを同日朝に攻撃したと明らかにしております。攻撃はウクライナ保安庁がロシア軍部隊がロシア艦隊の司令官を招き入れたことを確認した後に実施されたと報道されておりました。ですのでこの20日のロシア黒海艦隊司令部や22日のロシア黒海艦隊司令本部へのウクライナ軍の攻撃で共通すると思われるのはロシア海軍上層部が訪れたタイミング、または会合があるそうしたタイミングに合わせて行われている点です。こうしたことから2つの可能性が考えられると思います。1点目、ロシア黒海艦隊内部に内通者がいる可能性。2点目、クリミア半島内でのパルチザン活動によりロシア黒海艦隊内部の動きがウクライナ側に漏れている可能性。こうした可能性が考えられると思います。いずれにしましてもロシア黒海艦隊は司令部と司令本部を攻撃爆撃され指揮中枢機能が破綻している可能性が考えられます。クリミア半島の黒海艦隊の攻撃は戦略的にも象徴的にも重要であると指摘されております。ロシアによるクリミア半島占領はプーチン大統領がウクライナを占領して永遠にロシアに縛り付けたいという願望を象徴したものとなっているとの指摘がある中、ロシア黒海艦隊はクリミア半島でのロシアの軍事的プレゼンスの象徴となっています。そのロシア黒海艦隊司令本部にウクライナ軍のミサイルが命中し、その映像が全世界に配信されたことはロシアプーチン政権にとって象徴的な成果であり、プーチン政権の威信と言ってもいい。違法なクリミア半島併合の根幹とプーチン政権の威信の根本に大きな打撃を与える結果となったと言えると思います。今回のロシア黒海艦隊司令本部の件はプーチン政権にとって軍事的にも政治的にも大きな打撃になったと言えると思います。ウクライナ空軍トップのミコラ・オレシチュク司令官はソーシャルメディアテレグラムでまだまだ続くと言った通りだと述べています。そしてその言葉通りウクライナ軍の攻撃は続いていると見られます。原文が英語でありましたので僕の方で和訳要約させていただきました。ご了承ください。日本時間9月23日午後、クリミア半島の地元住民はセバストポリで再び爆発が起きたと報告している。
噴煙が立ち上る様子を撮影した写真が SNS 上に投稿され確認されております。空襲警報も鳴り響いています。さらにセバストポリの東地区インカーマンの近くで爆発音が聞こえたと報告されております。灰色の煙が立ち上る様子を撮影した写真が SNS 上に投稿され確認されております。防空機能が作動していると伝えられています。このように報道されております。こうした中、ウクライナのベレシチュク副首相は23日、ロシアが2014年に一方的に併合したウクライナ南部クリミア半島に住むウクライナの人々に避難を呼びかけました。こうしたことから、今後ウクライナ軍によるクリミア半島ロシア軍降下地目標などへの攻撃が強化される可能性が考えられます。こうした中、ウクライナ軍によるクリミア大橋破壊が行われる可能性が考えられます。アメリカメディアによると、バイデンアメリカ大統領がウクライナのゼレンスキー大統領に地対地ミサイル、エイタクムスを供与する方針を伝えた。クラスター弾を使うタイプを提供する方向だという。渡辺氏、クリミアの作戦で圧倒的戦果も。アメリカ陸軍のサイトによると、エイタクムスは射程約300キロで、前線から離れた指揮統制センターや防空施設、兵站施設など遠方の目標を攻撃する能力を持つ。ウクライナ軍は現在、ロシアが一方的に併合した南部クリミア半島の主要都市セバストポリの黒海艦隊司令部をミサイル攻撃している。元陸上自衛隊東部方面総監の渡辺氏は、ウクライナ軍はクリミア半島を孤立させ内部の戦力を減らす作戦を展開している。エイタクムスが供与されれば、ザポロジエ正面で兵站や補給を困難にし、クリミア大橋の破壊など圧倒的な戦果を収められるだろうと分析した。このように報道されております。エイタクムスに関しましては、ABC ニュース機構社であり CIA 職員や国防副次官補を務めたミック・マルロイ氏は、クリミアにおける具体的な標的はロシア軍指揮統制、物流拠点、特に弾薬施設、そして空軍基地だろうと述べており、エイタクムスがウクライナに供与されますと、クリミア半島のロシア軍は壊滅的な打撃を受ける可能性があります。そのことはウクライナ南部に展開するロシア軍への兵站、物資輸送や指揮統制にも打撃を与えることにつながるとみられます。そしてもしクリミア大橋がエイタクムスなどで破壊されるということがありますと、クリミア半島は完全に孤立化するということが考えられてくると思いますので、そうなってまいりますとウクライナ情勢は大きな転換点を迎える可能性が考えられます。ウクライナ情勢、そしてクリミア半島情勢はまさに大きな局面を迎えています。こうした中、西側諸国は今こそさらに一致団結し毅然とした姿勢を示し、ウクライナを支援し続ける、このことが非常に重要であります。1分1秒でも早くウクライナに平和を取り戻す、このことが最重要であります。そして国際社会の平和と秩序を守り抜く、ウクライナの平和を守り抜く、このことが最重要であります。ありがとうございました。この YouTube のチャンネル、ネット大衆紙ブルーカラーへのチャンネル登録よろしくお願い申し上げます。また YouTube にはサブチャンネルブルーカラーラジオもございますので、そちらも Twitter と合わせてご登録の方よろしくお願い申し上げます。ネット大衆紙ブルーカラーをご覧いただき誠にありがとうございます。皆様のおかげをもちまして、このチャンネルも多くの方々にご登録いただきました。誠にありがとうございます。今後ともよろしくお願い申し上げます。よろしければ関連動画などもご覧いただければ幸いです。最後までご視聴いただきありがとうございました。